週の、今日はですね、テーマを2つ用意しました、はい、夢というテーマと、はい、あとは初恋というですね、テーマをですね、出させていただきました、はい、で、その中学生で、まあ、好きな人がいるけれども、うん、夢の時期だからもうすぐその卒業も近い、そのあたりをあの一緒にしようと思います。そうです、まず最初に歌にしたい事柄をですね、書き出してみましょうというところがあるんですね。だからじゃあちょっと読んでいただけますか。はい、照れるな、はい、下校の道、少し先に男子生徒の学生カバンの潰れた角があった、白海の花が咲いていて卒業の近いことを感じた中学3年の朝や浅い春がいいですね。2短文から歌いたい言葉をね、選んで書き出してくださいというところですけど、はい、抜き出しました。はい、ありがとうございます。白海卒業、学生カバンの潰れとかと、はい、はい、でですね、これからですね、短歌にしていくわけですけども、はい、この中では七に近い言葉ってありますよね。学生カバンの潰れた角、そうですね、シーンをね、作っていくということですかね。シーンを描いていくことになるかなと思いますけど、それを五七五で作る、はい、とてもね、情景がね、よくわかりますよね。あのね、うまいなと思ったのは、前をなんですね。をによって、前を言っているということがわかるんですね。ここね、短歌はね、31音しかないのでね、助詞の使い方ってすごくね、大切なんですよね。だからここね、前を歩いているということがね、情景としてね、はっきりとね、出てきますので、ここのところは、ね、いいなと思います。で、これね、行くが ね省略された形になっているんですね、はい、でね、短歌はね、31音しかないのでね、すべてのことは言えないのでね、省略するということがすごくね、大切なんですね。なので、ここのところはね、すごいなというふうに思いました。して、梅しろし卒業近く我が前の学生カバンの潰れたる角ということで完成できました。俳句で恋というテーマが出ることはまずないので、最初は戸惑いました。うん、ただ初めにその、どんなシーンを、うん、書きたいかというのを文章にするというのを想像した。で、そこからその使いたい言葉を抜き書きして、で、そのからなるほどと思ったのは、その使いたい言葉の中でその五七五七七に近いものを見つけると、 そこを中心に組み立てていけるっていうのが、はい、そこがその初心者にとってすごく取っかかりになるからでしょう。俳句で17音に慣れていると31音って結構長いのかなと思っていたんです、うん、でも実際にその歌にしたい事柄を書こうとすると、読もうとすると結構短いなっていう、はい、そうなんですね。そこでやっぱりそのこう切れを入れたり助詞を選択するっていう、こう技術が大事になってくる、はい、うん、何かね、言いたいことってたくさんあるんですけど、それをね、すべてね、言えないんですよね。だからね、このね、初恋という言葉は使えなかったけども、ね、これによってね、初恋感を出すというところですよね。そういったところもね、はい、短歌はね、できるのかなという気がします。